皆さん、シビックプライドご存知ですか？名古屋のシビックプライド、つまり街に対する誇り、愛着を高めるためのフォーラムを実施いたします。皆さん、6月19日日曜日は何をしていますか？5月21銀河の広場でシビックプライドを高める例会を開始します。メインフォーラム、サブイベントとして超ローカル文化祭を開始し、名古屋あるあるブース、多摩線グランプリ、名古屋の祭り紹介ブース、またオースアイドル、OSU ライブと盛りだくさんの内容になっております。名古屋あるあるブースは実は名古屋発祥という名物を集めて展示しています。名古屋の祭り紹介ブースでは授業でも行った内容や町の祭りを分かりやすく展示します。多摩線グランプリでは名古屋の学生、飲食企業にご協力いただき8ブースを設置し、多摩線グランプリを開催します。それに加えて大須のアイドルとして大活躍の OSU のライブを開催いたします。サブイベントといってもメインイベントと並ぶ盛りだくさんの内容となっています。午前11時から開催しておりますので、皆さんご参加お待ちしております。メインフォーラムとしてシビックプライドを高めるための基調講演とパネルディスカッションを行います。フォーラムでは関東学院大学准教授を務められている牧瀬実氏に登壇いただき、相模原市と名古屋市の違いを交えながら講演を行っていただきます。基調講演後は引き続き関東学院大学准教授牧瀬実氏、矢野清美氏、アイドル OSU の夏川亜美氏、名古屋観光コンベンションビューローの杉崎氏、そして我らが院長中田博史君と豪華なメンバーとなっております。フォーラムは午後5時から、ディスカッションは午後5時30分から開始いたします。本フォーラムを通して皆さんの名古屋プライド、すなわちシビックプライドを高められることをここに誓います。皆様のご参加お待ちしております。